タリンに着きましたね。エストニアは EST っていう、略称になってますね。車のナンバープレートが EST、 フィンランドは FIN、 スウェーデンは S で、ノルウェーは N で、アイスランドは ES なんですね。エストニアは、EST ってですね。もうすぐ目の前に目立つ、教会があります。で、今日来たのは、D ターミナルですね。タリンシリアラインは D ターミナル、到着出発になりますね。さあ、これでやっぱりなんか国が変わるといろんなもの変わりますね。同じヨーロッパとはいえ雰囲気が変わりますね。ということで、街中まで歩いていきたいと思います。ものすごいこれ大規模な開発行われてますね。普通にあのトラムですね。すごいなんか簡略化されたトラムに見えます。あとまあ市内はタリン市内はバス走ってますね。古い街並みが、見れるところまで、見られるところまで来ましたね。道路とかも、かなりゴツゴツしたですね。10時6分ですね。なりましたけど、教会とタワーとありまして、タワーの方に行こうとしたんですけども、すごいですね、この階段が。すごい状況です。すごいですね、こんな感じで上まで登っていくんですかね。一部、最初のうちは円形になってましたけども、ちょっと今ストレート状態ですね。でまた角があります。かなり登ってきた気がするんですけどね。結構疲れましたね。まだ続きます。
あ、かなり上の方までもう来ましたね。私まだまだありますね。物置交渉所まで入れるとこですかね。あ、このとこ監視カメラありますね。はい、さあ来ましたね。まだありますね。あ、あそこがゴールですかね。すごいなこれ。2018年今日は6月の5日ですね、火曜日。この教会、ですね、オラフ教会、一番です。今日一番に来ましたので、まだ誰もいないはずです。フェリーですね、9時半着のフェリーに来まして、歩いて一番で来ました。あ、一番で来ると気持ちいいですね。誰もまだいませんねそれはそうですけど。さあ来ましたね。さあ一番で来ると気持ちいいものがありますね。観光客とお互いしないという。タリニシリア線スター号ですかね。あと隣のユーロパ号っていうのがありますけど、そちらが港の方が、こちらです。で、確かに眺めはいいですね。旧市街っていうんですか、オールドタウンっていうんですか、この教会がありまして、いいですね、これね、全体がかなり見渡せます。高い場所からの記念撮影って見てみますと、まあ、ここだけでも十分な感じしますね。他の場所行かなくてももうここだけでかなり、これよりか高いところがあまり見当たらないぐらい高いところに来てますね。本当にこの、十字架のある本当のこのどうですね、ここまで来てますので、相当高いです。こちらがあの主な観光スポットがある場所ですね。あの辺があのあれですかね、城があるところですかね。後で行くと思いますけど、城があったり別の教会があったりってとこで、大抵観光スポットは今私が向けてるここら辺が皆さん通常行かれる観光スポットで、徒歩圏内だと聞いてます。今まだ10時回ったところですので、あの本日回れるだけ回ろうと思いますけども、で繰り返しになりますけども、こちらが、ターミナル、港の方にもう少し左に行くと港があるという感じですかね。こちらがですね、別の観光スポットですね。本当にこの隣の教会の隣にあるので、まあ、ここもあの有名なところですね。煙突のようなものがたくさん立ってますけど、後ほど行きたいと思います。こちら側は、城があるところですね。一度、港ですね、フェリーターミナルの方ですけど、今フェリーが入線しようとしますね。フェリーというか客船ですかね、が今来てます。そして、ユーロパ号スター号ですね、繰り返しになりますけどもあって、港があって歩いてきたところですね。ちょうど道路があると。まあ、高層ビルっていう高層ビルは今私がカメラを向けている方向ぐらいにしかないですかね。本当に広々とした良い環境ですね。
あと青空が非常に綺麗ですね。写真撮ってても最近スモッグの影響もあってか青く映らないことが多いんですけど、非常に青空が綺麗ですね。大気汚染も少ないということで、最後に、もう一度ですね、観光地が集まっている方向を収録して、降りていきたいと思います。時間の都合上ここにずっといるわけにはいきませんので、やっぱりメインは今こう撮影しているところが一番の見どころではないかなと思いますね。ここは教会です。オラフ教会、先ほどタワー登りましたけど、階段の数がですね258段あるということですね。258段どうもあるそうです。通りでたくさん登ったわけですね。お土産品なんか見ててもですね、マグネットとかでも1ユーロ2ユーロで買えるっていうのがあって、他の北欧とかと物価比べると、4分の1、5分の1とかですよね。お土産なんか買うのもエストニアは買いやすい感じがします。丸8番のところからですね、もうすでに視聴者の近く、ここまで来ましたね。25のって書いてある近くまで、来ましたね。もう視聴者の近くまで5分ぐらい歩いた感じなんですけど、非常にコンパクトですね。半日で皆さん観光ができるという理由が何となく分かった気がします。トンペア城の方へですね、城の方へ向かっていく坂を登ってますけども、こういうところも、旧世の感じがしますね。ものすごい観光客ですね。ここはあれですかね、教会になります。ここものすごい観光客ですね。ここの先ほどの教会がですね、ドームチャーチと呼ばれているところで、ここが、ビショップガーデンと書かれています。眺めがですね、良い場所があるようです。風が強いですね、今日。
セントメアリーキャセドラルドームチャーチ、同じことのようですね。表示上は若干違うだけで、同じ場所を指しているということです。中国人観光客がすごいですね、これ。あっという間にですね、この景色がいい、スポットの通りですね。ラベンダーの花ですかね、木でですね、ミュージアム、あまり私興味ないんで行きませんけど、あとはバージンタワーっていうのがタワーなんですかね、まあ、一応観光スポットの一つではあるようですね。で、こちらが今視聴者に向けて進んでるんですけども、そこのまだ、まあ、壁っていうんですかね、相当高い壁がありまして、まだそちらから下に降りていってるっていう最中です。博物館ですかね、昔教会だったそうですけど、タリンですね、視聴者、薬局近くのですね、とこまでやってきました。こちら広場になってます。町の中心部の広場ですね。観光客でごった返しますけど、まあ、こんな感じが、タリンの広場です。これが視聴者ですね。広場ちょっと若干反対側に来ましたけども、これが広場の、ある視聴者です。ヨーロッパでも一番古いと言われている、薬局です。Coming from the, ah, the, uh, the, uh,
シーフォークドラッグ。こちらが、薬局ですね。入り口。1422ですね。まあ、本当にこれ、視聴者の、正面話ですね。視聴者裏の羅英小屋通りってことですね。ここはビル通りってとこですね。 VIRU って書いてありますけど、しばらく行くと門があるってことですね。有名な門があるってことですので、行ってみたいと思います。はい、ビルの門これですかね。一応まあ門にはなってますけど、はい、ここはですね、ビルストリート、あの2つの二重の門があるところの近くのこのお土産屋さんですね。めちゃくちゃ安いですね。まあ、正面にある 0.5 ユーロで、マグネットが多数あるのとですね、キーホルダーなんかも2ユーロからありますので、値段だけで言うとおすすめかなと思います。はい、セントニコラスチャーチ、ニコラス教会の、近くにやってきました。ここも、児童生徒や観光客で、一応ごった返しを加入します。ホーリースピリットチャーチって言うんですよね。ここもすごい環境客でお伺いして、こちらがホーリースピリットチャーチってことですね。非常に紛らわしい場所になって勘違いしました。こっちがホーリースピリットチャーチ教会で、エストニアミュージアムっていうのが逆にこっちの建物ですね。ハウスオブトゥーブラケッツってとこですかね。かなり綺麗なビルですけども、昔からある建物ですかね。カタリーナ海区っていう近くですね。やってきました。カタリーナキリク、Santa Catalina era una santa, si chiama Mercedes.
昔ここら辺は教会だったようですね。セントキャサリンっていう、教会だったところの、通路っていうか道路ですね。で路地で、まあ、あんまりその後建築が進んでないということで、まあ、当時の面影を見るには良いスポットになっているということですね。今のところがドミンコ修道院というところですね。はい、ここから登っていけるようになっているということで、行っていきたいと思います。結構ここも段数ありますね。はい、着きましたね。ここはちょっと小さいっちゃ小さいかな。迫力も、今日の朝一で行ったところと行くと、まあちょっと欠けたりします。迫力あまりなかったりするかな。いや高さもやっぱりですね、今日朝一で行ったところとはまあかなわないって感じしますね。まあただこの旧視聴者タワー、登ってくれるんだったら登ってきた方が、まあ面白いっちゃ面白いですよね。上から、なんか見渡せますので。まあ、聖オラフ教会っていうんですか、今日、初めて行ったとこですけど、フェリー降りてすぐに行ったんですけど、そこと比べるとやっぱりちょっと景色は劣るなぁ。高さもやっぱり半分あるかないかぐらいの感じがしますね。ここら辺はですね、ナショナルモニュメントっていう、まあ、マークが、秋まで閉鎖って書いてますね。海運博物館ですね。ピンジトーンというところですね。綺麗ですね、これも。非常に綺麗です。
タリンのですね、電車の駅、ゆるゆるいステーション、近くまでやってきました。線路を挟みますと、反対側、向こう側はですね、スーパーマーケットを、じゃなくてですね、まあ、市場っていうんですかね、マーケットがあります。で、こちら側が、レールウェイステーションということで、まあ、改札がないっていうのは、他のヨーロッパの国と共通なところでありますけれども、プラットフォームと電車がいると、そんな感じですね。まあ、行き先見てもどこ行くのかさっぱりわかんないですけど、まあ、こんな感じでプラットフォームと電車がいるということですね。30分に1本ぐらいの発車みたいな感じですかね。あと、売店があったりするというのは感じですかね。ターミナル前のマーケットですね。まあ、値段見ますと1キロあたり、まあ、品物にもよりますけど、3ユーロから5ユーロぐらいの値段がついているものが多いですね。屋外のところもあれば、このように屋内のところもあります。飲料の値段を見る限りでは日本と物価が同じぐらいに戻った感じしますね。まあ、北欧の国と比べると本当に3分の1とか4分の1とかその感じですね。今ですね、これ返却してるんですけど、缶、瓶、ペットボトル返却すると あらかじめ、これでレジレシートを持っていくとですね、お金がもらえると。自動化されててすごいですね、本当ね。日本では見かけませんけど、電車の駅の正面のマーケットからちょっと離れて、また別の、なんていうんですかね、なんか買い物できるような場所がどうもあるそうですね。
D ターミナル近くのサダマーケットというところなんですね。ハーバーマーケットサダマタウンというところなんですね。これでですね、旅のツアーも終わりということです。